国鉄古機一万系貨車とは、日本国有鉄道が特急貨物列車用として1966年から製作した貨車である。コンテナのみの輸送を目的とした古機一万型と、環球設備を有志車掌乗務を可能とした古機腐一万型とがあり、これに加え種樹の派生形式が存在する。ここではこれらをまとめて解説する。古希一万型で蘇生された。 貨物列車高速道路網の整備が本格化し、長距離貨物輸送において、トラックの輸送量が急増しつつあった状況に対抗するため、東海道、山陽本線の特急貨物列車の運行速度を向上する目的で開発された1万系貨車の位置、形式である。脇1万系、レサ1万型などとともに最高速度時速 100km での 走行が可能な貨車として開発され、本系列は1966年10月に営業運転を開始した。1968年には勘置向けの車両が投入され、北海道へも運用されるようになる。翌年にはトラックとの共同輸送を考慮したフレートライナー方式の導入により、10トンコンテナを積載できる古希19000型が開発された。 本系列は、総数516両が製造され、同時に製作された C10 系列コンテナとともに、幹線の高速列車に徴用されてきた。しかしながら、特殊装備を多用するため、製造コストが割高で、日常の保守も煩雑であることから投入は、輸送量の大きい幹線のみにとどまり、1969年に、本系列の製作は終了している。 1971年に、古希5万系が後継として投入され、同系列に適合した12フィートの C20 系列コンテナや20フィートコンテナが普及してくると、一部は、新規格の12フィートコンテナを積載できるように、改造された上で、運用地域を変更して使用されるようになる。しかし、積載効率に劣り運用上も、制約の多い本系列は、 転用にも制約が大きく、一部は、長物車、四季五千二百型などに、改造の上多用途へ転用された。国鉄末期には、長崎発着線行列車として、機関車古機一万数量レサ一万数量レムフ一万、という根欠編成もあった。1987年4月の、国鉄分割民営化に際しては、古機一万計257両。 古機19000系7両、古機夫1万系35両が日本貨物鉄道に継承された。その前後に古機5万系や古機100系など運用に制約の少ない高速運転可能な車両が投入されると本系列の動作はさらに進み、波動輸送を主として運用されていたが、一般の運用は1994年度までに終了した。 全廃は1996年である。大枠は、地機5000系の魚服系側張りをもとに、構造や製造工程を改良し、大枠重量は、古機5500型に比べ、約2トン軽量化された。側面の補強は、片側4箇所に減らされ、外観は簡素な印象を受ける。外部塗色は20系客車と同じ矢を15号である。 車体の一端に手ブレーキ付きの手すりとそれを操作する、かかりいに用のデッキ、デッキへの昇降用ステップを有し、大枠上には10フィートコンテナ用の禁定装置を左右5組装備する。緩急車小寄付1万型には、デッキ側にコンテナ1個分の車掌室を設け、10フィートコンテナ用の禁定装置は左右4組である。車両の両端どちらが、 列車最後部になっても運用できるよう、デッキのない側にも手すりを設け二組のビトを装備している。なお、国鉄時代末期から JR 移行直後の時期にかけて、貨物列車への車掌乗務が原則として廃止されたことにより、古希五万系の関係者である古希夫五万型が、古希五万型に改造されて、形式消滅したのに対し、 本形式の緩急車であるご寄付一万型については、廃車、形式消滅となるまで、車掌室は撤去されなかった。一万経過車用の TR203 型台車台車は、高速貨車用に新たに開発された TR203 型である。高速走行と、赤空差の影響に鑑み、枕羽は、空気羽、軸箱は、ゴムブロック指示方式を採用した。 ブレーキ装置は同様に新規開発された CLE 方式で反応性を向上させ高速域からの確実な制動を可能とした。これらの装備により最高速度実測 100km での走行が可能である。連結器は空気管付きの密着自動連結器を装備する。これは台車の空気バネに空気を供給するための 元空気ダめ管を車両に引き通す必要があることと同時につながる空気管を確実に連結するため連結時の隙間を最小限にするためである一般の貨車とも混結は可能であるがその場合は空気バネの空気供給をブレーキ管から行うため供給量が多くなった場合 BP 管が減圧してしまい制動が作用してしまう問題がある これを防止するため、本系列を MR 管を使用せずに根結する際の最大連結量数は6量までに制限される。これら特殊装備を有するため、本系列を営業運転で牽引できる機関車は、電磁ブレーキの指令回路や元空気ダメ引き通し管を装備した特定の機種に限られる。小寄付1900。ありがとうございます。